帰ったぞ。ご苦労様でした、雷影様、火影様。ナルトとビーは戦場に向かわせた。あいつらなら大きく戦況を動かせるはずだ。思い切った決断をしましたね、雷影様。ふん。四角、あの二人に戦況を教えてやれ。了解です。イノイチ。ああ、こっちはもう準備できてる。ナルト、それにビードの、俺の声が聞こえるか？この声、四角のおっちゃんか？ああ、イノイチの術を使って二人の頭の中に直接話しかけてる。今から各戦場の状況を伝える。よく聞いてくれ。あんたどこまで暁のことを知ってた？お前よりは知っていたつもりだろう。結局俺もあんたも人に利用された忍びだ。お互い持っているこの強すぎる道術のおかげでな。今回も十社に後回しで動かされた。いずれ俺たちも誰かと戦う羽目になる。お互いやりづらい相手でなければいいがな。なるほど、江戸天聖の忍びに白い化け物が相手か。じゃあまだいろんな戦場でみんなが戦ってんだな。そうだ。だったら俺も加勢するってばよ。こっから全ての戦場へ一斉に向かう。多重影分身の術。第9章、影の戦い。悪意を感じるのはあっちか。急ぐぜ、Bのおっちゃん。せっかちナルトのおかげで俺様ケツカッチン。いや、おっと、thank you.
かな。近いのか。もう懐かしく感じる。お前たちは、うちがイタチに、ナガト。まさかお前と戦わされることになるとはな。ナルト、久しぶりに会ったことになるんだろうが、死んでたんですぐな気もするな。少し変わったか。まあ、これってば、キュービのチャクラをコントロールしたチャクラモードってやつだってばよ。キュービの力をコントロールしただと。まさかここまで成長するとはな。俺の弟でしたからな。思った通りだ。なら憎しみは克服できたってことだな、ナルト。おう、兄弟子のあんたが教えてくれた痛み、 B のおっちゃんとの真実の滝での修行や、父ちゃんや母ちゃん、とにかくみんなのおかげでここまで来られた。ナルト、お前に聞きたいことがある。そういや、俺もあんたに聞きたいことがあったんだ。話はそれくらいでいいでしょう。君たち二人の力があれば、ナルトは手に入ったも同然。さあ、そろそろ始めてもらおうか。え、まだ喋ってんのに。後ろで操ってる奴の言いなり。タイミングなんて関係ない。 OK？戦闘開始。サスケはどうなった。木の葉を復讐するつもりだったから赤月のメンバーに入っちまった。なぜサスケは里に戻らない。あんたの本当の極秘任務のことを聞かされて、そんで里を潰すことを選んだんだ。あんたの本当のことをまだだから聞いた。そういうことか。仕掛けるぞ、避けろ。オッケー、ナイスだ、ナルト。ナルトの攻撃、華麗で苛烈。その調子だ。俺の動きに惑わされるな。話さなきゃいけないことがたくさんある。イタチ、あんたは里とサスケを守るため自分を悪党に見せかけ死んだ。あんたの苦しみも覚悟もサスケは理解しているはずだ。でもサスケは
あんたの意志を受け継ぐどころか、木の葉を潰す気でいる。それは大好きだった兄貴を苦しめた里への弔い合戦のつもりなんだ。そのことを里の皆は知っているのか。カカシ先生とヤマト隊長は一緒にいたから。でもマダラの言ったことは確証もねえから、カカシ先生に口止めされてる。他のみんなは知らねえと思う。ならこのことは里の皆には決して言うな。名誉ある内派一族に変わりはないのだからな。それとサスケはお前に任せる。花からそのつもりだ。やはりお前に託して正解だった。さてどうなる。道術でナルトに何かしたのか。なんで俺の口からカラスが出てくんだよ。そういや、あの時、先ほどお前はサスケを兄弟のようだと言ったな。ならばもしそのサスケが木の葉を裏切り里を襲ってきたらどうする。お前にその力を渡しておく。なんだ、どういうことだ。あのカラス、お前のだな。何をしたんだ。うまくいった。うまく。ああ、そういうことか。何がどうなったんだよ。安心しろ、もう俺は操られてはいない。敵の術の上に新たな現実をかけた。よって江戸転生の術は打ち消された。木の葉の里を守れという現実だ。え？そのカラスは俺の万華鏡シャリンガンに呼応して出てくるように細工しておいたものだ。もしもの時のためにな。どういうことだ。本当の力、永遠の万華鏡を手に入れるためにサスケは俺の目を移植すると踏んでいた。そうなった時、移植した俺の目に呼応してお前からカラスが現れ、サスケに現実をかける、そういう手はずだった。そういう手はずって。でもなんでそのカラスを俺なんかに。お前はサスケを兄弟だと言った。だからこそサスケを止められるのはお前だけだと思った。少なくともお前なんかよりあいつのことを兄弟だと思ってるからだ。あの言葉だけで十分だった。俺以外にサスケを信じてくれる者がいる。お前の瞳に嘘はなかった。お前は信じるに足る人物だと分かった。安心して弟を任せられると強く感じた。だからナルト、お前に託した。イタチ、俺を信頼してくれてありがとう。でももう心配ばかりしなくていい。あんたは里のために十分すぎることやったじゃねえか。あとは俺に任せてくれ。弟はお前のような友を持てて幸せだ。イタチは使い物にならなくなった。だがこちらには君がいる。見せてもらおうか。陸道仙人の力、伝説の輪廻眼の力を。で、これからあんたは。え、B のおっちゃん。俺様のチャクラを。すまない、体が勝手に。あれって全盛期に戻ったか。ナルト、今の俺を放っては危険だ。早く俺を倒せ。分かってるってばよ。イタチ。ああ、俺もやる。行くぞナルト。ああ、
戦闘開始。ナルト、遠慮はするな。思いっきり攻めてこい。分かってる。前に戦ったペインより強くなってやがる。陸道戦員の力か。大したものだ。よし、それでいい。その調子だ。この戦いさせやがって。イタチ、ナルトを援護しろ。二人で俺を抑えるんだ。ああ。もうすぐ封印してやっからな。手をかけさせてすまないな。援護は俺がやる。お前は戦いに集中しろ。おう、分かったってばよ。さすがだってばよ。これがイタチの力か。やっぱ勝負あり。あとは封印するだけだ、ナガト。すまないな、イタチ。戸塚の剣だ。すぐに封印する。何か言い残すことはあるか。ナルト、俺は師匠のところへ戻ってお前の物語を見ておくとするよ。お前なら最高傑作の物語を作ることができる。なんといってもお前は俺の弟弟子なんだからな。平和への道、最後まで進んでくれよ、ナルト。じゃあな。ナガト、大丈夫か、ナルト。おっちゃんこそ。丈夫が常識、この俺は。この江戸伝とかいう術、気に食わねえ。戦いたくねえ人と戦わされる。早く終わらせねえと。こんな戦争、俺の手ですぐに終わらせてやる。俺の手でか。ああ、さっき言ったはずだ。任せてくれって。この戦争は全部俺一人でやる。一人で無理をしようとするな。いや、全部俺が引き受ける。それが俺の役目なんだ。お前は確かに前とは違い強くなった。力を得た。だがそのせいで大事なことを見失いかけてもいるようだ。いいか、よく覚えておけ。お前を嫌っていた里の皆がお前を慕い始め仲間だと思ってくれるようになったのは、お前が他人の存在を意識し認められたいと願い一途に頑張ったからだ。お前はみんなのおかげでここまで来られたと言ったな。力をつけた今、他人の存在を忘れ、おごり、子に執着すれば、いずれマダラのようになっていくぞ。どんなに強くなろうとも、すべてを一人で背負おうとするな。そうすれば必ず失敗する。お前の父ミナトが火影としてあったのは、母クシナや仲間の存在があったからこそだ。お前の夢は確か父と同じだったな。なら覚えておけ。火影になった者が皆から認められるんじゃない、皆から認められた者が火影になるんだ。仲間を忘れるな。ナルト、俺はイルカってのと約束してんだ。大体お前を守るってな。一人じゃ行かせねえぞ。そもそも確かに。
俺が何とかしなきゃダメなんだって思い込みすぎてたかもしんねえ今のお前ならばサスケを止められる。弟を頼んだぞ、渦巻きナルト。ちょっと待ってくれ。今のあんたも直接サスケに会える。今度こそ。いや、俺は一人で何でもしようとし失敗した。今度はそれこそ仲間に任せるさ。どこへ行く？俺にはやるべきことがある。お前たちとはここで別れる。イタチ、キラー B、 ナルトを頼む。アウイヤオ。俺たちも行こうぜ、 B のおっちゃん。なんだここは。ああ、てめえは二代目土影？それに雷影も嫌がんのか。なんでこんなに敵同士が揃ってって。いや、こいつは知らないな。俺は四代目風影。四代目だ？俺が知ってるのはもっと前の代だぞ。わしはお前を知っておる。確かジトンを使い砂金を生み出せる唯一の男。俺もあんたたちのことを伝え聞いている。武勇伝もその特徴もな。風、土、火の三つの性質を一度に使うことのできるジントンの二代目土影、ムー、スイトン、そして広範囲幻術を得意とするホオズキ一族、二代目水影、そして強靭な体、最強の矛と盾を持つ三代目雷影。いずれも歴史にその名を刻んだ強大な力を持つ偉大な忍びだ。二代目、三代目、そして四代目までも揃うとは。一体何が起こってんだ？これは二代目火影の卑劣な術だ。死者を黄泉から呼んで縛る。お前らをここへ無理やり口寄せさせられた。くそ、だからこうなるってのか。くだらねえ術使いやがって。でだ、さっきから二代目火影を探しているがどこにも感じない。感じるのはここより少し先。この新顔と同じチャクラを感じ、それも大群と共に。俺と同じチャクラか。ならそこにいるのは。この戦場、わしも戦うことにした。重い腰を上げなくてもよいものを。ふん、上げさせたのはどいつじゃ。あんたたちはいつ己を捨てた。いつぞや捨てた己をここで拾う。そろそろだ。じゃな。向こうの準備はできているようだな。田里の者ならともかく、地里の忍びと戦わされるのは忍びない。そう悲観することはない。里の子たちは成長し先代のわしらを超えてくれるはずだ。ならいいがな。お久しぶりですムー様。随分と長生きしたな大野木。陣頭のおかげか。ガーラ、お前がいることは予想していた。だがまさかこの大軍を率いる器になっているとは。四角の力を使い奴らを従えさせたのか。そいつはもういない。俺はもう父様の作った陣中力ではない。何？あなたに六度殺されかけ、その度にあなたを恐れ恨んできた。だが今はもうあなたを恨んではいない。あなたがやろうとしたことも理解できる。俺も風影となった今、里を守るために里への脅威を排除するのも長の役目だ。うん、風影になった。お前バカな。俺の知っているお前にそのような価値はなかったはず。それだけではない。忍び連合軍戦闘大連隊連隊長じゃぜ。やはりそうか。
格差とのあらゆるチャクラ系が感じられておかしいとは思った。忍び同士連合を組んでいるとはな。ガーラ、お前は資格を入れる器としてこの世に生まれ落ちた。だが暴走を繰り返し、誰からも信を得ることができず、ただ闇を歩くだけの俺にとって大した価値のない存在だったはず。この江戸転生の術、少しは価値のある術だったかもな。もう一度お前の価値を俺自身で確かめてやる。いずれも影を名乗った強者たちじゃぜ。分散させ、かっこ撃破を狙うしかない。ムー様はわしがやる。陣頭を止められるのはわししかおらん。俺は父様を止める。その間、他の影は連合の忍びたちに止めてもらう。そしてどちらかが手すきになったら、他の影の元に急行し、相手を殲滅する。それでええじゃろ。まあ、とはいえ何よりもまずは目先の相手でドジを踏まんようにせねばならんがな。始めるぞ。戦闘開始。陣頭に人数は関係ない。大野木、お前が俺を止めろ。分かっとります。驚いたぞ。老いてさらに強くなった、大野木。俺がここまで押されるとは。抱いておけば活路は見えるもんじゃぜ。とどめじゃぜ。勝負あり、うん、これが忍び連合の力です、ムー様。Thank you.
戦闘開始。さあ俺を超えてみせろ。俺には俺を信じる者たちがいる。かたくなに俺を信じる者たち、俺の守るべき者たち、彼らがいる限り俺は負けるわけにはいかない。成長したな、ガール。親ってのはただ子供を信じてやればいい。たったそれだけ。そこに価値がある。お前は価値のない存在ではなかった。それが分からなかった俺が愚かだったということだ。二代目土影様を封印します。うん、大の木、用心しろ。俺はよし、あとは風影、お前の方じゃぜ。すまなかったな。俺はお前のことを価値のないものと勝手に決めつけていた。お前は価値のない人間ではない。それがこの戦いでよく分かった。お前の背には何千何万の信じる心が見える。よくやったガーラ。今のお前は価値のない忍びではない。お前は立派な風影だ。父様、俺などとっくに超えていた。お前ならば砂隠れを任せられる。佐藤、頼んだぞガーラ。封印完了しました。風影様？なんでもない。行くぞ、戦いはまだ終わっていない。
悪意を感じるのは、このまままっすぐ先か。待ってろよ、みんな。目の前だってばよ。第二小隊は下がれ。第四小隊は雷影の足止めをしろ。さすがに元五影じゃぜ。こうも被害が大きくなるとはな。いや、勝つ気は全くねえんだけどよ。俺やっぱ強すぎちゃうのかな。水影の強さも想像以上だが、あの雷影の打たれ強さは何だ。このわしに中途半端な術は効かん。破壊力のある風遁系で攻め立てろ。そうは言ってもじゃぜ、あの体にダメージを与えられるほどの風遁使い、この連合の中にはいる。ん？俺だ。ナルト、九尾の陣中力か。なぜお前がここに。説明は後だ。今はあいつらを抑えねえと。ああ、なんだ、あの頭の悪そうなやつは。誰でもいい、わしらを止められるものなら歓迎だ。待ってろ、すぐに止めてやっからな。えい、行くぞ風影。戦闘開始。あんたは俺と土影が抑える。ああ、現代の影が二人がかりだ。こりゃバトルが楽しくなりそうだ。いい感じだな。さっさと俺をあの世に戻してくれ。このまま追い詰めるぞ。この力、守るべき全ての者たちのために。勝負あり。終わったか、ナルト。あとはお前が抑えればこの戦いは終わる。
戦闘開始。お前がわしを止めるのか。風を守るエッサンってのはどれもどれも強えんだな。わし相手にここまでやるとはいい仕事だ。流れはこっちだ。このままライカゲのおっさんを止めてやる。そうだ、その力でこのわしを超えてみせよう。この葉には強き者が育っているな。